皆さんこんにちは、小島春菜です。今回はルックブック、寒くなってきたということでコートのコーディネートをご紹介します。まずはレディーライクのケープ風デザインのコートが主役のコーディネート。トレンド感あふれるケープデザインがポイントです。温かみのあるベージュカラーのコートにアクセントでブラックのバッグとブーツを合わせました。フローラル柄のスカートにパールを合わせたレディーライクのムードに、ハットでトラッドなニュアンスもプラス。コートが主役のこの秋の気分を詰め込んだコーディネートです。続いてはこの秋着たいジレのレイヤードコーデです。ベージュのジレが主役のコーデなんですが、実はさっきのコートは 2way なんです。このコーデでケープの部分を外してジレにして着てみました。ブラウスとパンツはベージュのワントーンで、メガネとベロアのリボンをアクセントにしてこなれた印象に。この秋旬のシルエットのコーディネートです。クラシカルなムード漂うフローラルドレスにエクリュのカラーのリバージュ立てのコートを合わせたコーディネートです。コートと合わせた柔らかい印象のベージュのバッグをチョイス。キラキラのクリスタルモチーフのブラウンブーツがアクセントに。コートはムードに合わせてスタンドカラーにしたり、こなれた印象に仕上がります。フローラルドレスが広がるドラマティックなシルエットのコーディネートです。胸元の華やかなレースがエレガントなブラックドレスが主役のコーディネートです。キラキラなクリスタルのレースアップブーツが気分を上げてくれます。ブラックドレスに合わせてクラシカルなハットを合わせました。ヘリンボーンのチェスターコートを合わせてトラディショナルなブラックコーデの完成です。トレンドのショート丈ドレスのコーディネート。ショートドレスにはクロップド丈のツイード風ニットカーデを羽織って包帯をちらっと覗かせました。レディーライクなミニバッグにビジューのロングブーツは品よくキラッと気分とコーディネートを上げてくれます。大人のブラックコーデにあえてプラスしたリボンモチーフは
華やかなアクセントになります。リボンって秋冬に必ず取り入れたくなるモチーフなんですが、そのまま取り入れると幼い印象になってしまったりするので、お洋服の素材とか質感、あとはメイクの足し算引き算でうまく取り入れてアクセントにするのが上級者テクニックかなと思って楽しんでいます。コーディネートの絶妙なバランスが魅力の大人のためのミニコーデです。続いては冬の定番、チェックのミニスカートとニットのコーディネートです。足元はロングブーツ、王道のコーディネートにあえてカバー風デザインの一癖あるブーツを選びました。どんなコートにも相性のいいコーデなんですが、今回はポンチョ風デザインのコートを合わせました。トレンド感をプラスした冬のフェミニンコーデです。ラストは真冬のホワイトコーデ。ブラックのニットとブラックのジャガードスカート、ドット柄のブラックブーツはホワイトのコートを美しく引き立たせてくれます。アクセントに冬に取り入れたいペールブルーのミニバッグ、ファーコートにボリュームのあるファーカチューシャを合わせてファッション感のあるコーディネートにしてみました。真冬らしいリッチなホワイトコーデです。いかがだったでしょうか。いよいよコートが活躍する季節、皆さんも秋冬のファッションを楽しんでくださいね。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。